そう、あのね、実はだからブルームースやるよって言った時に、うん、俺だから自分のソロワークと別動で動かしていくから、なんか若いラッパーでかっこいいラップしてくれる人は欲しいなってずっと思ってて、実は設立当初からラウデフの名前は出てたんだけど、はい、ラウデフがいきなり連絡取れなくなって、なんかあれ連絡つかねえみたいな。マジですか。そうそう、それでそんなこいつで、ちょうどジブさんとのビーフの直後くらいからそうだったから、なんかこいつ勘ぐってるかなと思ってとりあえずスルーしてたんだけど、あのその後なんかね、あの YMG があの曲をやるからラウデフとあの一緒にどうだって言ってくれて、でスタジオに行って、でラウデフに会った時にちょっとしっかり話聞こうかなと思ってたら、後ろなんかラウデフがテンション的に、その俺ね、それをね言おうと思ってたんだよね。スタジオやった時にラウディフにもう一回なんかエスカレートの続編みたいなのをやんないかって言おうと思ってスタジオ入ったら、ラウディフからなんかそういうのをやりたいっていう話をされたから、あ、これタイミングだなと思って、あとはもうなんか余計なこと考えることなかったかな。ラウディフがやりたいと思ってて、で俺もやりたいと思ってるんだから、それやった方がいいと思って、でもうもしでもエスカレート2やるんだったら、でも確実にエグゼクティブなプロデュースにパンピーがいなかったら、多分意味が変わってきちゃうからと思ってたら、パンピーが乗り気だみたいな、あ、もうこれは揃ったなと思って、だからそういうね、なんか来る、あるんだなと思ったよ、タイミングっていうか、しかるべくしてなるっていうか、誰もなんか無理してないっていうか、おのずと方向同じ向いてガッてなるタイミングって来るんだなと思って、それで2、3年越しにもう一回ラウデフと連絡先交換するっていうやばい、とても地元の後輩とは思えない。ロウ君は髪の毛をどうして黒に戻したの？構成です。うわ、それ構成の印なんだろう。ラウ君が髪染めたのっていつぐらいだった？いつぐらいですかね。いつだろう。なんかでもさ、緑にもしたしさ、ピンクにもしたし、他何した？青にもした。青やったっすね。あれ結構みんな困惑してたよね、最初。うん、なんでしようと思った？だってさ、ユズカリーファとかがさ、あのとか染める前じゃん。今とかは結構さ、ネオカじゃないけどあるけど、なんでそれをやろうと思った？やったのは、やっぱり黒人とかの文化じゃないですか。うん、で、なんか編み込んだりとかドレッドやったりとかするじゃないですか、うん、アーティスト。けど日本人だとあまりにもそれがなんか、もともとテンパーの人がなんかストパーだけじゃんみたいな、そうで嫌だったみたいな、だったら日本人のストレートを生かす、そのオリジナリティみたいなのないかなと思って、じゃあカラーだなと思って。あ、そうなんだ。え、じゃあ誰かが前例にいたわけじゃないけど。違う、だからウィスカリカリの部屋ですね。そうなんだ、すごいね。で、でもさ、その前に黒だった。ロン毛だった。ロン毛も、ロン毛はあれは長瀬 の, あの IWGP 池袋ベストゲートパーク、ナインティーズチーマーカーってことでしょ。そう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 。あ、それもさ、ちゃんと説明してて、あれ、考えてやってんだなって結構びっくりした記憶がある。その、日本一ラップが上手いやつっていうセンセーショナルなデビューしてから、そこからまた2枚目とかも調子よくいって、うん、でそこからまあジブさんとのビーフあたりから、なんとなくこう中心、ヒップホップシーンの中心っていうとこからはこう外れて数年間いたっていう意識がちょっとあると思うんだけど、その頃の心情とか、その頃はどう過ごしてたか。まあ、ジブさんとちょっと、まあ、ジブさんになんか喧嘩かけちゃったりとか、変なちょっとすげえビーフの収集曲とか書いたりとかしちゃってたけど、あれだってさ、今15、6とか高校生くらいのリスナーって知らない可能性あるからさ、うん、それがあって、なんかもっと今もそうだけど、ヒップホップみたいな動きとかがもっとみんな やる側でも見る側でもとりあえず知ってるだけでいいなと思ったし、
やれるやつやったらいいし、見たいやつも見たいし、だけど、うん、日本ではちょっと限度があるんで、うん、そこわきまえずにしたいけど、うん、当時何思ってたかな、なんか当時はそういう、なんだろう、ビーフがしたくて、まあビーフっていうのもあったけど、それ以前になんかヒップホップの動きがしたくて、ビーフとかそういうのやってたから、ビーフっていうかそういう風な流れになっちゃったりしたから、イラついてたかもしれないですね、結構。なるほどね。なんで関係なんないんだよ。それは人に言ってんだからそうなるんだけど。まあなんか、ちょっと改心したんでね、5年越しで。じゃあ、髪を黒く戻して改心したということなんですけど、はい、今回ラップで、なんか表現の仕方を変えたりとかございましたでしょうか。今回のアルバムは、うん、やっぱり原点回帰ですね。あ、そうなの。やっぱ当時僕のファーストアルバムマファン君とかにこうすげえやってもらった、プロデュースしてもらった、うん、あれのクオリティを下げないで新たにねこうエスカレートしていく男の様をこう見てもらえたらなと思いましたね、うん、なるほど。原点回帰というとラップとかも時間かけて書いたりした。そうですね、比較的、まあ、このアルバム以外の作品はちょっと、まあ、パパッとやっちゃったりとか、うん、まあ、いけてんだろうみたいなやってたんですけど、うん、ちょっと自分らしいなと思って今回はしっかり作りましたね。いやでもね、あの両方あんのがいいなって思うよ。だ 前作っては言わないか、ヒプノタイズのやつとかさ、うん、すげえ内省的なことを歌ってたりしたから、うん、びっくりしたんだけど、それはもう心折れてってことっす、うんうん、それでもそれ経ての今もう一回生意気になっていくからもう一回不良は不良とかそういうふてくされとかはもうみっともないなと思って、うんうんうん、ちょっと大人ぶった内容とか。なるほどね、そうだよね。いやでもね、ラウディフのラップはそうだよね、そのほら本人のテンションがさ、この感じがしたやってんもんとか言ってたしさなんか感じがさあるけど、すげえリリカルだもんね、うん、歌詞のさ、うん、内容とかがラッパーのほんと教科書みたいな、フローとアティチュードとデリバリーみたいな。なんか言葉はやっぱりもっとなんかラップするとき日常の会話とかの言葉いいなと思うけど、結局なんか言ってる内容とか緩くなるとフローとか、うん、なんかグルーまでこの緩いみたいになってくるのが一番嫌だなと思ってますね、うん、ちゃんとなんかオケあってのそのボーカルだと思うから。そうだよね、歌唱法としてのラップのクオリティがやっぱ高くないと聞いてて楽しくないもんね。そうだ、だから内容以前に入ってこないよと思って。そう、それはあるね。それを確実にボーカルがしっかりしたなと思ってました。なんでこれからも歌っていうやり方もあるし、まあ、別にラップでも何種類もデリバリーがなきゃいけないなと思います。デリバリーの豊富さあったね。結局なんかいろんなアプローチしてたけど、最終的に最近日本のヒップホップのアーティストで面白いアルバムとかかっこいいアルバムもたくさんあったけど、確実にあの今めちゃくちゃラップうまいアルバムが聴けるっていうのが提示できた感じするでしょう、ね、そうっすね、まあ、本当に今言ってくれましたけど、かっこいいラップ、まあ、もっとみんな知った方がいいと思ったし、別にファーストを作った時もそう思って作ってたけど、もっとなんかヒップホップ的な感じ、うん、みんなあんまり知らないと思うし、普通の人とかは、私あんまりかっこいいアーティストもいるわけでもないし、言ってる言ってる全然かっこいいアーティストもいないし、とりあえずやばいアルバム作りましたんで、うん、本当に聴いてほしいですね、うんうんうん、いや俺はね、何が楽しかったってね、あの毎作ラウデフがこう上げてくるプリプロとか撮り直したやつとか全部ね、ラップがかっこいいっていうのがやっぱ一番でかいよね。ですよね、うん、まあまあ、それいいよ、それでいいんだけどいいんだけどなんかやっとくんなでもそう、あの、絶対毎回ね、それがあったから、それすげえ楽しかったな。
制作期間送ってくれるやつが出るかっこいいですから、あとまあ何よりブレッドフルスカイかな。あれもトラック聴いた瞬間にあエスカレートつ完成するわっていう確実なものがあったり自信が P 様がもう一回すげえがっつりやってくれたのも、うん、P 様のトラックはめちゃくちゃやっぱかっこよかった。最近の P 様ワークの中で本当になんかなんつうの引き目なしに見て絶対ベストなんじゃねえかみたいな、ね、これがやっぱり本当にファン P は間違いないです、ね、間違いないね。100円もみんないいバスキックしてくれたし、うん、そうだね、弱点はないと思う。いいアルバムだよ、エスカレートするの間違いない。ありがとうございます。お前が言えよ。さっきの意見どこ行ったんだよ。先を言ってる明らかに肉そのマイクの厨房の頃からフリースタイルその日暮れしの生活伝うことがあるから知る空気ちくわれてる計画上には上向きに I got the music 忘れてない。自らの運命を経験ないなんと俺にはそんな真似できない。望ましいステータスというよりどこまでいけるか、きっとみんなの夢も叶うはず信じていればその夢と狼に